7月14日どうもまるでございます。あの絵描く時にたまに韓国語を混ぜたりするんですよねセリフに。でも私あの耳で聞いて覚えてる方なのでなんかね間違って覚えてたりするんですよね。でそれを文字に起こすとさ やっぱり間違えて覚えてるわけだから間違えて書いてるんですよね。でそれをこう SNS 上にさ載せるとさ、まあ、間違ってたらさあの教えてくれるのはありがたいんですけどさなんかもうちょっとさ優しく言えないのかなって思うんですよね。ただのお文字 って思ってるかもしれませんがその文字にも喜怒哀楽の気持ちはちゃんと入ってるわけですからやっぱり言葉一つ一つって気をつけないといけないんですよね喋り方もそうなんですよね私結構だるい喋り方するんですよね なんかのんびりというかさちょっと口調も強かったりするんですよねだから私のこの喋り方に対して不快に思思ってる人の方が多分多分いいと思いますでもや意識しないとこういうのって治らないんですよねどう頑張ってもでもまだ言葉や喋り方は 直せるからいいんですけど外見のこととか言われちゃうとそれはもう産んだ親に失礼ですよねまあ何が言いたいかっていうと世の中から差別がなくなってほしいっていうことですね。 私の韓国語の聞いて覚えることからどんどん深い話になってしまいましたが深いってあのディープの方ですまあそんなことですでは今日はこの辺でご視聴ありがとうございましたバイバーイ